クランベリービーンは、インゲン豆の品種の一つで、カーゴマントとして、コロンビアで育種された。ロマンビーンや、ロマーノビーンとも呼ばれるが、同じくロマーノビーンと呼ばれるサヤインゲンとは異なる。また、サルジーアビーンやロザココビーンと呼ばれることもある。サルジーアビーンという名前は、イタリア北部のサルッチャで1900年初頭から、栽培が行われたことに由来する。 大きさは中型から大型で、高褐色、またはヘーゼルナッツ色に赤色か黒色の模様が入っている。クリムゾンイズ、エーニュ・クランベリードライビーン。ボルロッティは、イタリアでより薄い皮になるように育種された、クランベリービーンの変種である。イタリア、ポルトガル、トルコ、ギリシアの料理に用いられる。見た目はうずら豆に煮るが、クランベリービーンの方が大きい。 クランベリービーンの新しい品種であるクリムゾンは明るい気褐色にエビ茶色の模様を持ち植物ウイルスへの耐性が高く収量も多い。ありがとうございます。